あ、すいません。なんかおすすめありますかね。なんかお肉のおすすめ。はい、お肉の。お肉のおすすめはこちらの10月10日の豚になります。あ、じゃあそれと。します。10月10日の豚がお一つ、ご飯の特大がお一つ、ホルモンがお一つ、厚切り塩タンがお一つでは間違いないですか。少々お待ちください。あ、ちなみにお店の名前ってのはやっぱり意味がある。10月10日ですか。はご夫婦でやられてるんですけど、結婚記念日になっております。なるほど。はい。はい、この特大とお肉ここに置きますね。はい、ありがとうございます。厚切り塩タンとホルモンと10月10日の豚です。はい、ご注文以上でおさらいですか。はい、大丈夫です。はい、伝票ここにかけてます。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。Thank you.
Thank you.
というわけでね、今日こちらのお店にお伺いさせていただきました。まあ、お店のコンセプト的には、まあ、白米、まあ、白飯ですねが美味しくいただける、まあ、お肉を提供しているということですよね。なんかいつの間にかもう駐車場がね、もう満車というかびっくりするぐらいな感じで、いつの間にかです。やはりそんだけねリピートするお客さんも多いということです。ぜひ来てみてください。ちょっと場所がね分かりにくい部分もあるんですけど、この玉島のね高速の入り口、まあ国道2号線からは、まあ、ちょっとね高架橋を通ってくるような感じになります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。